あれです。今日なんですけれども、フリーザー EX 端を使っていこうかなと思います。先日紹介したフリーザー月光牙では、サバタッカーとして月光牙が入っていましたが、今回はこのフリーザー EX しかポケモンが入っていないと。フリーザー EX しかポケモンが入っていないメリットとして、必ずこのフリーザー EX でスタートすることができますね。それによって、いつこの霞を引いても、必ずフリーザー EX にエネルギーを加速できて、早い段から殴っていくことができると。どうしてもポケモンが2枚しか入っていないということで枠が余るのですが、その枠にはこのハンドスコープが入っていると。相手の程度は見れるということで、強かった場合は、このレッドカードで流すこともできて、弱かった場合はそのままというプレイも取ることができますね。というわけで対戦に行ってみましょう。これなんてアプリですか。ポケモントレーディングカードゲームポケットと言います。いや爽快感あっていいな。フリーザーな先位置のリーサルは気持ちいいな。だから先行取って強いデッキってさ、その球根系カツラか、カツラ系と多分フリーザーしかないんじゃないかな。先行で強いデッキって手張り1枚が強すぎるから、これ先行4分の1あ先行8分の1で80出るし、4分の1でも40出るから、そう先行のバリューがすごい、相当すごい。山切れはないよ。山切れ起こったらもうドローができなくてってだけ。霞打ちます。3表で勝ちです。2表でもいい。いいよ、いいね。まあまあまあ、惜しい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 。でレッドカード打ちます。もちろんハンド少なくしたいんで。何がいいってこれ次吹雪でいいんだよな。吹雪でいいのがめちゃくちゃ偉いわ。夏目打った、次夏目打ってから吹雪あんのがめっちゃ偉い。ほい、多分ピカチュウ張りじゃん新しく出た。そうノーリスクフリーザースタートがえぐいんだよ。そうなんだよ、普通だったらマリガンがあるじゃん、それがないのがすげえ。前張りだったらそもそも裏がないから殴って勝ってる。多分こう裏張りだから、あ夏目で吹雪打ってビリリ玉もどっかで気絶するから。そうなんよね、これ強いね。レッドカード打ってるからこそ反動が少ない。あんのかいザップドス。まあ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 、おめっちゃあるじゃん。ビリリ玉前か。ビリリ玉前か。まあでもそんだけ入ってるよな。仕方ないよな。ビリリ玉前で倒して、最後の1枚が倒せないんだよな。いやこれね、ビリリ、丸マインがなかった場合、打った方がいいんだよね。サイドを1枚にしておく。いや、意味ないか。出してこないか。これは裏って育成するしかないか。ちょっと弱いが、致し方なし。いや、レッドカード打ってこれは、すげえわ。さすがにすげえ。めっちゃつくじゃん。最強か？最強っぽく見えますね。よっこいしょ。ピカチュウがでけえな、マジで。ピカチュウがでかすぎる。まあ、これ以上もうエネはらんでよくなったな。十分だわ。あとはこれでぶん殴るしかない。だ理想は、理想もクソもねえか。マルマイン進化。まあ、ピカチュウ倒さんと話ならんか。ここ夏目打っても、ダメだから、スピーダー、まあ、裏張って、これでいいか。殴るか。倒されない方がいい可能性ってあるっけ？倒されない方がいいな。打つか。打ちますね。打って逃げて。傷薬引いたら、このフリーザーが60弱点のエレキサークル耐えるから、これでいいか。これ多分丸マイン張りでしょ？丸マイン張りしてきて、いや、丸マイン張り弱いか。ん？ちげえわ。なんかあれでどうするんだ、そもそも。お、ごめん、最後1枚取ってるわ。これって何があるんだ？サンダー前でしょ？サンダー前しかなくて、そうだよね。で、つつくしかない。夏目丸マインは意味がないから、まあ、どっちも、どっちにもダメージを与えといて、最後夏目で勝ちか。いいじゃん、めっちゃいいじゃん、これ。ハンド見て。榊ゼブライカ、了解。榊ゼブライカ。まあ、勝ってるから、レッドカード打たなくていいか。よいしょ。これであれば、もうそれ、消え句が出てこないはずだから、丸前前で夏目打って勝ちやな。強かったんだけど。やっぱ、二表強えなぁ。一旦目二表でかすぎたな、先行で。これ勝てんのやばいな。相手は、小付ける飛躍を出すしかないけど、それでも負けてんだよね。結局どっかで、気絶するポケモンができちゃうから、そうそうそう。そうだよね。リーザー単行賞のガラガラ怖すぎる。そうか？そんなもんだろう。大体怖いよ、ガラガラは。結局どこまで行ってもガラガラって運ゲーだから。相手が、残り HP1 だとしても、10だとしても、表が出ると倒せんから。おお、こう。まあ、十分でしょう。レッドカード打つかどうかやな。出た。たまたま不思議花。なし不思議花か。これさっきミスったからちゃんとやりたいな。ほんぼ。ランクマはないけど、普通に対戦はあるよ。終わり。はいはいはい。まあ、一旦博士の研究打つか。夏目。まあ、枚数的にレッドカードは打つべきなんだよね。さすがに。なんで打ちます。で、ここで次、榊打つか霞打つかなんだけど、まあ、進化されたら霞、されんかったら榊で前殴りやね。多分。ドレディア不思議花なしね。進化ラインやばすぎだろ。霞先行殴り修正予定らしい。それマジ誰が言ってた？さすがにこれ修正されるべきだよ。そうだよ。
先行版キルダメだね。相当ダメ。なしがなかったらいける。オッケー。ワンチャンあるね。まあこれ倒しますか。とりあえず。テンポ取んねえといけないんで。こうやって、サカキ、セイヤ。これ強いねー。それでピカチュウが大暴れ。まあそうかもな。先行先殴りがないと抗えないもんな、フリーザーは。先行取られちゃった場合、逆か。後攻取られちゃった場合はね。これはテンポで勝ってそうだね。まあ、一応レッドカードがあるからフリーザー裏につけるけど、ワンチャン裏だった場合これまずいんだよね。そう、一応まずくて。まあでも出すか。さすがに。かすみ。フレンド対戦できるよ、ちなみに。いいよ。2でいい。ああ、十分。最高。ハンドスコープは今打ちません。で、これはもう、持ってくるポケモンがいないからモンバー打っていい。オッケー。まあ多分夏目あるから勝ってるかな、これは。ちょうど10乗るから、進化できんかった方呼べるから勝ってるね。どっちも進化できたら知らん、それは。まあその場合は、どっちも進化できんかった場合は、不思議はなクソ逃げ重いから、前にエネ張るじゃん。で、裏進化して裏逃げれんから勝ってるわ。まあ、多分、全部80以下のはずだから、種ポケモン。まあ、そうだよね。進化すらできない。レッドカード様々ですね。まあできても勝ってるわ。もう霞が表出んとこれゲームならんときあるな、やっぱ。めちゃくちゃあるわ。表が出ないとどうしようもないときはめっちゃあるから。まあ、結局霞運ゲーではあるね。圧倒的に。霞運ゲーすぎる可能性はある。フリーザー。裏は出しませんと。ミランゴね。ま、ちょ、ピカチュウ気合で引きに行こうかな。ダゲピカチュウ使いてえな。そろそろ強えな。強えとか使いてえわ。おい、それ出さない方がいいぞ、お前。それフリーザータンだろ。いや、出さない方がいいって絶対出さない方がいい。夏目ケアしないやつはやばいよ。オッケー。博士。レッドカード見ますか、これは。ハンドスコープ。サポないんだよね、確定でね。あー、そういう感じ？スターミー、夏目榊、傷薬。へー、それ出すんだ。裏のフリーザー。まあ、レッドカード打たないっすね、これは。で、殴って終わりと。ベンチャー3枚までよ。傷薬。夏目榊スタミスタミか。オッケー。夏目榊スタミスタミ。榊引かれたらワンパンされちゃいます。スピーダーはないからこれは打ちますね、夏目をね。で、夏目引かれてる可能性はあるが、これはまだ出さないね、さすがに。後で出すわ。もう一回見てもいいけどね、レッドカードあるから。もう一回見るか。一枚しか増えてないもんな。榊打っただけでしょ。榊打っただけ。ドロサポあったらドロサポってるはずだから。うん、確定で逃げるはしない。スピーダー引いてて、スピーダーは榊がないから、このまま殴ろう。霞あっても霞打ってるはずだし、そう。ないんだったら、これでいいはず。まあ、次見ようかな。あ、一応スピーダー夏目がある。あ、普通にこれ霞に表があるか。まあ、それは、レッドカードを打つ打たないの問題じゃなくて、ハンドにあったら霞は打ってるはずだから、霞じゃないんだよ。で、今一人前引いた。オッケー。これはスターミーなんで、レッドカード打ちます、多分。まあ、一応見るけど。スターミー、夏目アット1。スピーダーか。まあ、スターミー進化されん方がいいかな。スターミー90落ちる。まあ、とりあえずこれは打つか。傷薬引きたいから。傷薬希望ぬ。いやー、弱い。弱いですね。まあ、スターミー殴られん方がいいか、こうなったら。傷薬があったら、打たんでよかったんやけど、一応スターミー殴られん方が強いから打つべきだね。多分引かれるけど、確率的には。で、モンボはもうレッドカードを打たれちゃうだけなんで、全部使います。で、ぶん殴ると、ウブキ。スターミー前が強いんだよな、これ。スターミー前が夏目要求だから、そう。スターミーの、ダメージを吸収されちゃうからさ、そうなんすよ。フリーザー前。手バレ榊か。あ、違う、夏目か？どっちだ？レッドカード、全然いいわ。これ夏目でワンチャン勝てるくね？夏目。あ、これレッドカード、そうか。これレッドカード打ってよかったか、ワンチャン。確かに。打っといてよかった説ある。あ、これ耐えたらめっちゃでかいな、マジで。これマジでかい。いやー、勝ちだね、しかもね。オッケー。最高は。引かなくても、あ、夏目打ってもフリーザーは倒せないから勝ってるね。うん。これは、いいゲームだったわ。相手がフリーザー出したのが負け筋。夏目で時間稼げちゃったから。そう。オッケー。